オータム・ウィンター 681HS681 オータム・ウィンター681の模型アームストロング・ホイットワースオータム・ウィンター681はイギリスのホーカーシドレー社で開発されていた長距離型イストール軍用輸送機である。1965年に開発中止となり実機は完成していない。ホーカーシドレー社におけるアームストロング・ホイットワースの ブランドによる設計名称は1961年に使用中止となったため、その後は、ホーカーシドレー HS681 の名称でも知られる。V トール能力を付与することも視野において開発されていた。NATO の BMR-4 使用及び、それに対応するイギリス空軍の作戦要求351の C241 に基づき、 エストール軍用輸送機の提案が要請された。BAC 社の提案を抑えて、フォーカーシュドレ例社、アームストロング・ホイットワース部門の提案が採択された。機体の特徴は、主翼は、権翼配置で、交体核を持っており、尾翼は、T 字型尾翼である。胴体尾部に、貨物ドアがあり、そこから貨物を搬入できる。4機のロールスロイス RB142、 メットウェイ水力変更エンジンをよくかに、ポット式に喧嘩している。ブラウンフラップ、全縁エルロンで、境界層制御を行う。メットウェイ水力変更エンジンは、本機にエストール能力を付与できるとされ、その他に、水力6000ポンドの RB162 から64、ターボジェットエンジンを追加するか、または4機のペガサスエンジンに換装することで、 ブイトール能力を獲得することも計画された。このペガサス5から6エンジン1機の水力は1万8000ポンドに達すると評価された。計画はイギリス空軍の下で進められたが、1964年10月の総選挙により保守党から政権を引き継いだ、労働党のウィルソン政権は、国防費を非軍事産業の開発へ振り返るという、 基本方針から1965年1月に中止され製造されなかった諸言性能ありがとうございます。